大筒木かぐや、この人が、あの陸道仙人の母。こやつら二人、羽衣と羽村、いや、インドラとアシュラか。違うよ母さん、やつらはナルトとサスケ、二人の転生者さ。クロゼズ、あいつ雰囲気が変わった。ようやくだよ、ようやく母を復活させ母の元に戻れた。てめえは一体何者だ。子供さ、母カグヤのね。どういうことだ。貴様らは知らないだろうが、母は封印されたのだ。その陸道仙人羽衣と弟羽村の手によってな。俺は母が封印される寸前に最後の力で産み落とされたものだ。母の復活という使命を抱いて。なんでおじいちゃんがそんなことを。封印したのは十尾だろ。お前は十尾のことを勘違いしているようだな。あれの正体は真珠だけではない、母自身でもある。何？これは羽衣すら知らぬ真実だ。そして母の復活のために俺が動いていたことも。十尾はかぐやだった。それが真実だとして、その封じられた母親を復活させるためだけにお前はマダラに近づき利用したというのか。その通りだ。まるで奴が俺を作り出したかのように思わせ、影として活動し無限つくよみへと導いた。大量のチャクラを集めることができる無限つくよみこそが母を復活させる唯一の方法だったからな。まあもっとも、俺が利用したのはマダラだけではない。あらゆるものを利用させてもらった。弟アシュラに対するインドラの嫉妬心を煽り、奴の子孫ウチハ一族も俺の思うがままに操作した。人も意志も伝承も歴史も、お前は本当に全てを利用したというのか。それが俺の存在理由だから。母のいない間のすべてを記録し、その間を俺が作った。そう、つまり貴様らが歩んできた道は、忍びの物語は母が復活するための物語だったということだ。ナルト、そんなに睨んでも意味はないぞね、母さん。そうか、ずっと封印されていたからね。やっぱり子供の面影を思い出しちゃったか。けど奴らは敵だよ。母さんのチャクラを奪ったね。そう、その通りだ。お前たちが憎い。来るぞ、とんでもねえのが。ああ、羽衣、羽村、お前たちはわらわのもの。もう一度チャクラを一つにする。ナルト、わかってるな。おう、俺たちでもう一度封じ込める。やるぞ。
勝手に汗が吹き出やがる。なんてチャカラしてやがんだ。まだあの日じゃない。こんな奴がいるとはな。せいぜい怯えろ。そして無様に散るがいい。攻撃の規模がすげえ。ナルト、奴はまだ真の実力を出していない。わかってんな。お前には届かぬ。今楽にしてやる。今楽にしてやる。お前たちは何もできない。今楽にしてやる。よし、この調子だ。おいおい、まさか押しているとでも思っているんじゃないのか。だったらとんだ勘違いだぞ。母はまだ実力の半分も出していない。みんな行くってばよ。あん、これで始末できる。みんな行くってばよ。あとの好きにしろ。みんな行くか。後は好きにしろ。これで始末できよっと。逃がさないでよっと。みんな行くってばよ。死ぬ死ぬ。逃がさない。ぶっ飛ばす。これで始末できよっと。みんな行くってばよ。行くぜ。逆ハーレムの術。よっしゃ、大成功。あとは先は道。まだだ。こうも自由自在に空間を変えるとは。母さんとお前たちとでは力が違いすぎるのさ。ぶっ飛ばす。頭、これは美獣惑星螺旋手裏剣。封じろもクソも、隙を見つけるだけでも苦労するってばよ。必ず突破口はある。その瞬間を見逃すな。遅い。こっちだってばよ。飛べ。逃がさない。遅い。こっちだってばよ。こっちだってばよ。お前には届かぬ。雑魚風情。さっさといなくなれよ。まだまだ。遅い。どうなってばよ。ぶっ飛ばす。逃がさない。遅い。どうなってばよ。さっさと呼べ。こっちだ。ぶっ飛ばす。これどうなってるの。空間が変わった。サスケ気づけよ。分かってる。逃がさない。さっさと呼べ。ぶっ飛ばす。あなたの車美獣惑星螺旋手裏剣。動きが鈍った。今だ、ナルト！今だ！
目が覚めたか。カカシか。俺は死んだはずじゃ。簡単に説明するよ。チャンスだよ、母さん。そうか、そんなことが。しかし、どうやってそのカグヤってのを止める？それは、俺とサスケが消えた？影分身を維持できないほどのことが本体に起こったってことだろう。そいつらはお前が手を出していいものではない。あいつ、オビト、ゾロゾロと。みんな、アマテラス、脱出するまでまだ時間がかかるな。それまで俺が奴の動きを止め。お前一人に行かせないよ。俺もやる。私もやります。少しぐらいならチャクラを分けられるし。母さん、あいつら放っておくとうざそうだ。先に消しておこうよ。ナルトたちが氷から抜け出すまでを耐え抜く。それが今の俺にできる精一杯だ。そしてこれが俺にできる最後の償い。カカシ、サクラ、援護を頼む。